皆さんどうもこんにちは、パクセルンでございます。皆さんね、私 の東海汽船 のサルビア丸のファイナルクルーズの動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。おかげさまでね、確かもう全部100回視聴は行ったかな、まあ、そんな感じなんですけど、行ってないか最後のやつだね。というわけで、お前緊急事態宣言発令中に何やってんだって感じですけど、まあ、あれ緊急事態宣言発令される前だったと思いますんで、まあ、別にそれは問題ないと思います。で、今回はですね、そんな東海汽船に、まつわるというか、まつわらないんですけど、そんなお話でして、この、2代目サルビア丸、私が乗船したこちらのサルビア丸は、今年の6月をもって引退をするということが決まっております。じゃあ、その2代目サルビア丸の置き換えをするのは何なのかと。これが3代目サルビア丸ということになっておりまして、6月の25日に新しく就航をするということになっております。またこの3代目サルビア丸から、まあ、大体2週間ほど遅れまして、7月の13日かなにまた新しくですね、高速船セブンアイランドユイというのがもう1隻東海汽船の新造船としてデビューをすることになっておりまして、今回はこの2隻のご紹介をしたいと思います。といってもね、これ東海汽船からの企業案件じゃなくて、私が勝手に好きで紹介してるだけなんですけど、まあ、一応ね、東海汽船に紹介していいですかっていうお伺いは立てて、それでOK って言われたからこれをやってるんですけど、まあ、言われなかったらこんな動画撮ってませんからね。というわけで早速いきたいと思います。パンフレットはね、こんな感じで竹芝桟橋とかにも置いてあるんですけど、2020サマーニューシップデビューって読めます？読めるかな、まあ、読めると思いますけど、まあ、こんな感じ、2020年夏新造船2隻就航、まあ、こんな感じでね、結構、まあ、もちろんね、新しく作られた船ですからピカピカなのは当たり前なんですけども、本土と東京の美しい島々を結ぶ、つなぐ新たな船ということで、1889年明治時代の激動の中誕生した当社は今日まで130年間ショートコントを進む、そして2020年夏をつなぐということをコンセプトに新造船2隻が就航して、新たな歴史を刻みます。人と人町と町本土と島、そして過去と見られるつなぐ船として、新しいけれどどこか懐かしくて温かい、そんな船旅の思い出を皆様にお届けしますということで、東京からですね、大島、豊島、新島、式根島、神津島に基本的には行くという、船が、この3代目サルビア丸です。2代目サルビア丸もね、基本的に八丈島とかそっちの方に行くということはなくて、この片航路と呼ばれるですね、大島、豊島、新島、式根島、神津島の、5つの島に行くということが基本的です。まあ、たまにね、運用変更というか、まあ、変更で、その八丈島とか三倉島、三宅島の方に行くということもあるんですけれども、基本的にはそっちの伊豆大島とか、まあ、わりかし東京から近いエリアの島に行くということになっております。で、じゃあ、どんどん紹介していきましょうね。時間ないからね。まず最初、これですね。こんな全長はこんな感じ。まあ、そんなにね、めちゃくちゃ大きいという船ではありません。また、これは車を積むことは想定していません。カーフェリーじゃないんでね。カーフェリーではないので、基本的に車を積むということはありません。車を積む場合は貨物扱いになります。2代目サルビア丸の代替船として、主に東京から大島、豊島、新島、式根島、神津島航路、下記の東京湾農用船として運航します。この東京湾農用船というのは、夕方にこの東京の港に帰ってきて、そしてまた夜11時ぐらいに、大島、豊島、新島方面行きの船として出航するんですけども、その隙間時間を使って、東京湾の中、まあ、レインボーブリッジくぐったり、お台場を眺めたりというですね、まあ、感じで浴衣を着て東京の景色を眺めましょうみたいな、そういう船が夏だけ運転されて、まあ、運転というか、まあ、走ってるんですけども、その時に使う用の船としてこのサルビア丸というのが使われております。で、船体カラーリングは美術史の野頃浅尾氏がデザインなどが書いてあります。もうその辺は飛ばしてですね、この、サルビア丸には、特等室、特一等、一等、特二等、二等、和室、二等、一席の、6つかなが、用意をされてるんですけども、一つずつご紹介していきましょう。これが特等ですね。二人きりの特別空間、シンプルで高級感のあるデザインは癒しの旅に最適です。カッコシャワー、ウォシュレット、トイレ、完備。これはね、すごいと思いますよ。シティホテル並みに多分豪華なんじゃないかな。ビジネスホテル、まあ、東横インとかよりは少なくとも豪華だと思いますよ。こんなね、シングルベッドかける2で、しかもね、シャワーとか、さすがに湯船とかはないみたいですけど、まあ、でも、ウォシュレットトイレとか、現代にね、必要なものはあらかた揃っている。まあ、なかなか、ね、特等という分には十分な、そんな場所でしょうか。で、次がね、特一等。基本的に東海汽船では特等以外は全て相席、相席というか、まあ、相部屋ということになっております。で、特一等がこれですね。
定員4名の2段ベッドタイプのお部屋です。ご家族やグループでのご利用がおすすめです。シャワー、ウォシュレット、トイレ、完備、全席、コンセント付きということで、ここのね、ここ階段があるのわかると思うんですけど、ここの階段を登って、この上側の段に、登るということになっております。この特一棟はね、4人とかで使えば基本的に貸し切りになりますんで、相部屋になるということはありません。これ多分、2代目サルビアマンの時はね、テーブルとかもついてたんですけど、これ多分なくなっちゃったのかな。ちなみにちゃんと家庭用のエアコンなんかもここについております。で、次がね、一等室。これはね、私も2代目サルビアマルで伊豆大島に行った時に使いました。これが、定員7名から12名前後のお部屋ですということで、頭の部分がパーテーションで区切られ、これですね、これ。わかります？この出っ張ってるやつね。で、区切られ、プライベートに配慮された作りで、全席マットレス、マットレス、これね。コンセント付きということで、これもね、二代目の方はね、一等室って言っても、こういうパーテーションとかなくて、もう、隣で寝てる人の寝顔が、自分の視界にダイレクトに入ってくるっていう、そういう状況だったんですけども、そういったものはね、ちょっとさすがにまずいだろうということで、そういうことはないようになりました。これはね、やっぱりいいですよ。仮にね、一等で、隣の人とね、隣の寝てる人が知らないっていうことでも、でもそんな、そんなお互いにね、干渉するということは特にありません。で、次が特二等ですね。一等と特二等ってね、料金結構変わるんですけど、でも意外とね、特二等の方が快適説ってあるんですよね。この特二棟は二段ベッドタイプで安全面を考慮した高齢者の方も登りやすい階段です。カーテンを閉めればプライベートな空間を確保できますということで、これはね、一等室、特一等室、それから特等室っていうのは全て個室ということになってるんですけども、この特二棟に関してはそういったことにはなってなくて、特等室が、ロイヤルデラックスみたいな、なんかそういうので、特一等が A 寝台個室、で、一等室が A 寝台開放、で、特二等室がなんか B 寝台開放みたいな、なんかそんな感じですかね。一応ね、特一等と違ってカーテンを閉めればプライベート空間を確保できますということになっていて、まあ、一等よりも特二等の方が正直言ってコスパはいいですね。で、それから二等和室もあります。で、この二等和室もね、サルビア丸では、パーテンションは同じく一等と同じようになかったんですけども、こちらもね、新しく、パーテンションが仕切られて、プライベートに少なくとも多少は配慮されています。一等のパーテンションと比べると、ちょっとまあ小さいかなっていう感じはしますけど、まあ、ないよりましですよね。ちなみに、マットレスやコンセントなどは特に用意をされていないようです。まあ、毛布がね、100円、で、なんか貸し切れたんじゃない、貸し出されてたような気がしますんで、まあ、それはまあ別にいいでしょう。で、それから最後ご紹介するのは2等1席です。まあ、これはいわゆる普通車指定席ですよね。リクライニングシートタイプのお席です。ゆったりとした2人掛けでロールカーテンを下ろす。ロールカーテンってこれね、このなんか、これか。これね。下ろすと、隣席との仕切りができます。全席 USB ポート付属。二等和室席はね、横になれるけどもコンセントがない。で、二等一席は横にはならないけれども USB がある。ということで、なんか二等一席の方がちょっと豪華チックに見えるのは私だけですかね。でもなんか、結構ね、この座席もなんかグリーン車みたいな感じですごい良さそうですよね。このなんかちょっと出っ張ってるところとかありますし、これはすごい個人的にもこのコロナウイルスの情勢が落ち着き次第すぐ乗ってみたいものです。で、次はですね、あれだ、これ、レストランね。サルビーマルはね、レストランっていうのは、確か、3階だか4階、まあ、Cデッキとかにあった気がするんですけども、この3代目では、これは最上階ということになりまして、こんな感じでね、シーサイドレストランっていうんですか、うん、シーサイドどころかもう海の上ですけど、まあ、こういうですね、眺めの素晴らしいようなレストランで食事を楽しむことができるということになっています。多分ね、2代目サルビア丸のレストランからメニューはおそらく継承されるんじゃないかなというふうに思われます。まあ、まだね、発表されてないんで、具体的にどういう料理が出るのかっていうのは、まだよくわかっていません、ね。で、続いてですね、細かいことはね、紹介しないと。ですね、この、サルビア丸は6階建てということになってまして、遠い方がいいか。6階建てということになってまして、相当数が約6200トン、全長が118メートルで、2代目サルビアマルが大体120メートルありますから、まあ、それよりちょっとだけちっちゃくなりましたね。それから造船はですね、日本が誇る大企業三菱造船です。で、それからですね、旅客定員は1343人ということで、
夏のね、再繁忙期に海の日とかにね、すごいサルビア丸とか立花丸って大混雑を見せるんですけども、そこでもなんとかギリギリ対応できるようにはなっております。指定席733席ですけども、だいたい600人ぐらいは席なしで乗ることになるんですね。すごいな、600人も席なしか。っていうことになっております。ちなみにね、この2等伊豆席っていうのがね、結構これ座席数がなんか見た感じ少なそうなんで、2等1席に乗りたいっていう場合は、まあ、結構早めに、予約をする必要がありそうですね。で続いてはちょっとあんまり時間がなくなってきたんで手早くいきますけども、セブンアイランドユイです。このセブンアイランドユイはですね、これも新しくジェットフォイルとして製造されておりまして、ジェット船のセブンアイランド虹っていうのが今東海汽船で走ってるんですけども、それの代替船ということで、東京もしくは熱海から大島、豊島、新島、式根島、神津島に向かいます。ジェットフォイルの建造は国内ではね、1995年以来ということで、25年ぶりかなの新造船ということになっております。このジェットフォイルっていうのはめちゃくちゃ製造するのにお金がかかりましてね、一隻作るのに80億円とかそれぐらいかかるんですよ。なんでなかなかね、あまり製造するということはできず、基本的には中古船の使い回しということになってるんですが、まあ今回ですね、東海汽船が創立130周年ということで、ちょっと本腰を入れてね、80億円を支払って、そして川崎重工業がね、今度これね、ボーイング929っていうアメリカのね、飛行機のボーイング社が製造した、なんだっけ、そう、ジェットフォイルなんですけども、それの製造ライセンスを川崎重工が取得しまして、そして川崎重工にて製造された新品のジェットフォイルということになっております。船内はねこんな感じでなっておりまして、なんていうかな、なんか特急列車のグリーン車にちょっと似てますよね。ちょっと暗くてよくわかんないですけど、でも座席もね青くてとても清潔感があって、私はねこの座席結構好きですね。だから乗ってもねすごい悪くはなさそうですよ。私ね、東海汽船のジェット船って乗ったことないんですけど、でもね、これは絶対快適だと思います。これも本当にいいな。テーブルはね、ちょっと小さそうですけど、まあ許容範囲ってところでしょうかね。ちなみに、総トン数は、サルビア丸が、6200トンなんですが、セブンアイランドユイに関しては165トンと、かなり、まあもちろんね、高速船で、すごい速度で、うわーって、海の水をかき分けながら進んでいく、海の上を飛んでいくような感じで、伊豆大島の方まで連れていってくれますから、もちろん軽いのは当たり前なんですけども、ですね、造船はそう、川崎重工です。で、それからですね、最大速力は43ノット、まあ、大体時速に直すと80キロほどで航行することができまして、基本的にですね、東京湾内っていうのは、確か全長が50メートルを超える船っていうのは、速度制限がかかるんですけれども、ただ、このセブンアイランドとか、まあ、そういったジェット船に関しては、まあ、そういった、50メートルないんですよ、実は。全長が確かね、その28メートルぐらいしかないんですよ、総延長がね。なんで、東京湾内でも速度制限を気にすることなく180キロで、ぶっ飛ばすということができるようになっております。これもね、その3代目をデザインした野ころ浅尾さんという方がデザインをされました。ということでね、今回はちょっと何分喋った？13分か、まあいいや、13分喋ったんでそろそろいいと思うんですけど、今回はね、こういうわけで、東海汽船の新しいサルビア丸、そして、新造船セブンアイランドユイについてのお話をしました。東海汽船のそのサルビア丸の方については6月の25日、セブンアイランドユイは7月の13日デビューということでね、もしね、それまでにコロナウイルスの状況が落ち着いたら、ぜひともね、それぞれの一番便にぜひとも乗りたいと思っております。まあ、多分乗れないと思いますけどね、一応、東海汽船の公式のサイトの方をね、リンクをホームページじゃない、概要欄に貼っておきますので、そちらの方からぜひともね、東海汽船の、もちろんね、こんな動画よりちゃんと公式サイトから見た方が絶対早いと思いますんで、そちらの公式サイトの方でも、情報を収集していただきまして、そして、なるほど、じゃあ今度はこの新しいサルビア丸に乗って伊豆大島にちょっと旅行に行ってみるかという感じで、伊豆大島本当に楽しいですけど、伊豆大島だけじゃないんだけど、伊豆諸島の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけでね、今回はお許しをいただいて、そしてこの動画を撮りましたけども、いかがでしたかね。またね、こういう船紹介とかも今後もしかしたらやっていくかもしれないんで、その時についてはまた、
結構私鉄道マニアであって船マニアではないのであまり知識はないんですけど、そのない知識を頑張っては振り絞って、皆様にご紹介していきたいと思いますので、その際にはまたよろしくお願いいたします。じゃあこの辺で今回の動画を終わらせていただきたいと思います。またねチャンネル登録、それからこの動画の高評価お済みでない方は、そちらもぜひ合わせてよろしくお願いいたします。じゃあ今回はその辺でね終わらせていただきたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。